日曜日の朝、有馬ダムに来てます。ここ有馬ダムの管理所っていうか事務所だね。ここね、ここでね、つい最近までせき止められてたんだよね。この先の方がさ、なんだっけ、崖崩れだったんでね、ここで通行止めになってたんだけど、つい最近10日ぐらい前だったかな、2週間前だったか、開門されました。ずっとカヌー工房までまっすぐもう行けるようになって、この前ずっと一周しましたね。ずいぶん水位が下がってるね。はい、開通しました。